王様の秘密をペラペラ話すような人、私は絶対に許さない。お返しするわ。あいつ宇宙史の証人アマゾノゼット、どこへ行くつもり？出たな、アスリートアスカ。まさか今の聞いていたのか？聞いていたわ。笑っちゃうだろう。王様もやろうとしたらラバの耳なんだぜ。一人くらいロバの耳がいたって不思議じゃないわ。みんな違ってみんないい。ロバ違う、ラバだ、ラバの耳だ。ロバもラバも一緒でしょ。違う、断じて違う。ラバはロバよりも一回り大きく非常に頑健な体を持っているのだ。ところがラバはロバと馬の交雑種などであって子孫を残すことができないという実に致命的な欠点を抱えているのだ。ひぃひぃふぅ。この欠点さえなければ今頃ラバはロバを抑えて動物界の覇者となっていたはずなのだ。ロバのせいで日陰者にされたラバの無念、思い知らせてやる、アスリートアスカー。王様の秘密をペラペラ話すような人、私は絶対に許さない。覚悟しなさい、アマゾノゼット。公爵だ、これでも食らえ。ワンちゃんよ。このサイペットはどうでもいいだろう。ワンちゃんだって大事な家族なの。どうだ、これは我がアマゾン紹介のヒット商品、簡単高速養生テープ、くるくるノガサーン Z だ。捕らえた捕虜の体にくるくる巻くだけで確実に拘束しておける優れものなのだ。
が動けば動くほどテープが体に絡まっていってしまいには、貴様の体をプチッと切ってしまうのだ。アマゾンの紹介新製品、強力ハンディ核爆弾アトムボム Z だ。それが核爆弾？バカ。小さいからといってバカにするな。これは半径300メートル以内のものを全て灰にすることができるビッグな代物だ。一つ聞いてもいいですか？なんだ？あなたはどうやって見てるの？それを聞いてどうする？いや、だって一瞬にして半径300メートル以内が灰になっちゃうんでしょ。アマゾナさんはどうやって逃げるのかなって。考えてませんでした。どうやらここまでのようね。アマゾナ Z、 覚悟しなさい。これでもくれい。お返しするわ。こうしてアスリートアスカの活躍により宇宙死の商人アマゾノ Z による地球侵略の野望は打ち砕かれた。頑張れアスカ、負けるなアスカ、宇宙平和金メダル獲得の日は近い。はい、よーいスタート。スタート。はい、OK。 え、ごや。Yeah.